サンクショップ。はい。はい、来ました。ここもまだ地元なんですよ。はい。また地元。兵庫県神戸市西区伊川谷町、池上町ですね。池上町の池上中央公園です。はい。ここもまたね、あのね、あの中学校の夜とかに集まって、なんていうみんなで語り合うみたいな。お前好きな人誰なんとか。お前誰からと付き合ったんとか、そういう会話をする場所っていう、まぁ、ちょっとエモい場所、ちょっとエモい場所なんですよね。はい。まぁ、僕は付き合ったことないんですけどね。まぁ、なんで、ここもちょっと、静かさで言ったら向こうの方があると思うんですけど、やっぱりこの自然、ここはもうほんまに自然。周り、ちょっと映してあげて。もうこの木が俺らを囲んでくれてるっていう、すごい自然がまずあって、もうここはもうゆったりとしてね。今からもっとやばいとこ行くから。あ、今からもっとやばいとこ行く、うん、はい。ここはもうホッティおすすめかな。ホッティおすすめということで、じゃあホッティおすすめということでね。今日まあすごいね、あの階段登っていただきますね。あ、この階段、はい、分かりました。ほら、でもこの階段のこれ、ここだけでも感じる感じる感じるね。ここもうここ行く寸前にもあーってなる。やばいやばい。これ公園やからな。やばい。やばいよな。やばいってなる。もうこっからもうこっからこうもうからこっから向こうにこうって引きつけられる感じですね。ここは。はい。ありがとうございます。えぐいね。いやえぐいわ。ま竹竹見て竹竹竹や。これは竹の子に竹の子が育ってこうなるね。竹ね。タケノコが育ってこの竹になる。匂い、竹の匂いする。うわ、この竹やむな。この竹やむな。これがチルスポットですよ。神戸のみんな知ってました？これ知らないだけ。お前が好きやな。こっち、こっち行こう。こっちチルスポットですよ、これが本物の。見て、うわ、やばい。とかできたらいいんですけどね。できないんですよね、僕は。なんでまだ修行中なんで、できてた、できてた、今できてたよ。できてた、今、うん、修行中やからね、まだまだ修行中なんで。でもこの竹がね、僕たちに喋りかけてくれてますね。この竹がもしかしたら中学校の時、恋愛でしんどい時、恋愛で困ってる時、まあ幸せなことが起きて喋りたかった時、すべてこの竹やぶが助けてくれてたのかもしれないですよね。そうです。正直ね、それはわからないですけど、うん、この竹やぶから力を得て言葉が降りてきてたのかもしれないって僕は思いますね。はいはい。すごい。え、でもここはこの時間がいいかも。か、朝朝こん間からこう入ってくる、こう、光が入ってくる時間帯もいいかなと思いますね。俺はこの時間好きですけどね、めっちゃ。今だいたいね、7時ですね、ちょうど7時なんですけど、ちょうどめっちゃいいぐらいの時間ですね。進みましょうか。はい。いや、もうこの鳥たちが鳴いてる。俺たちに喋りかけてる。お前たちは有名な YouTuber になるぜって言ってるな。俺らに言ってますね。聞こえてます？ポッティ聞こえてる？え、聞こえてる？鳥の声。あ、聞こえます。うわ、お前もちょっと言ってるもんな。イワチも多分、有名な言ってるわ。有名、有名、有名言ってる。カラスの声も聞こえるんや。有名、有名言ってる。うわ、うまい。ちょっと待てよ、お前。まあ、うわ、でもやっぱりおお、俺喋ったらあかんわ、多分カラスが一生喋んなって言ってんな。喋んなって言ってるわ。まあいいやん、進もう進もう。進みますね。うん。うわ、何、大丈夫？俺連れて行かれたりせえへんやんな。大丈夫、カラス強いから。強いから大丈夫な。でもね、みんな持ってくるもんはこれです。皆さんこれです。出た出た、エビアンの水。
これ100円と体があればね、ここも来れますね、はい、最高です。このエビアンの水買ってくださいね、みんな。これと体があればこのチルスポット巡りなんかも100円で一日中楽しめるっていう、マジでもう伊香保台の USJ って言っていいぐらいですね。はい、行きましょうか。行けてた今の、行けてた、行けてた。ついでにこのグランドも紹介したって。このグランドはね、あの神戸学院大学。誰のグランドや。あの神戸学院大学です。いわちやな。いわちですね。いわちの使ってるグランドです。こちらで彼は運動不足ながら野球をしてると。はいはい、してるっていうことなんで、まあ運動不足、まあ関係なくね、やっぱ体を動かすことっていうのはやっぱりこの世の中で大事なことやと思うんで。マジでいいな、ここ。うん、俺映す前にもうだって自然映したがってるもんな、自分。いけてる？ん？いけてる、いけてる、いけてるな。なんか自然の方が多ない、この動画。大丈夫？大丈夫。俺映ってるじゃん。うん、おまけやから、お前。俺が主役やからここで告白とかしたやつおるやろな、夜とかに、中学生とかやったら。もうこの力を借りて告白とかしたやつおると思う。俺やろな、うん、絶対な。しかも成功するしな、そういうのって、うん、この力があれば恋愛すらも。こっち行こう、こっち。成功できるから俺にぴったしかもしれんよな、もしかしたら。せやな、うん、俺もこの力を借りればなんか恋愛できそうな気してきたら。どう？あ、この木とかはどうなん？あ、この木とかもいいんちゃう？あ、あそこの木いいけど遠いからいいや。どれ？いや、いいで。あ、あの奥にしよう。これ、これ。うん。これな。それ。俺もこれかこれかと思った。あ、ほんまに？うん、いいね。じゃあ、これとチャレンジ。はい。行かしてもらうで。はい、お願いします。チャネリングモード、いきます。はい。来た。今降りてきたことそのまま言っていいですか？うん、彼女できないらしいです。あ、できんのや。はい、以上です。はい、そんな感じなんで、まあここ来たらやっぱり告白とかもね、どんどんしていったらいいと思いますね。本当に成功すると思います。はい。ここはよくサッカーとか。あ、してました。してましたね。野球とかね。野球とか。野球のあのベンチがあそこ。キャッチボールの聖地って言われてるからな、ここ。あっからこう声出すっていう。ほんで、大体この辺抜けたらもうホームランっていうこの辺、向こう抜けられたらもうホームラン。そうやな、うん、走って、もう全然帰ってこれるレベルっていう。まあそんなでかくはない公園なんです。ここしかも、春なったら桜なんじゃん、全部。あ、ここ桜ですね。はい、じゃあ、今日もありがとうございましたね。今日3つ目でしたね。兵庫県神戸市西区池上町の池上中央公園でした。はい、ね、もっとみんなパワー感じてね、いろんなチルスポット探してくれたら嬉しいです。じゃあ、バイ。飛ぼう。はい、来ました。もうね、今時刻が7時16分ってことでだいぶ暗くなってきてるんですけど、見てください、この暗いからこそいい、ここチルスポット、隠れチルスポットです、はい、神戸市民も多分あんま知らないと思いますね、はい、見てください、明石海峡大橋、ドーン。これがもうすごい、光ってますね。今この夜ぐらいになるとそっちになったら夕焼けちょっとあるっていうエグいチルスポットになってます。で、まあこの線路付近なんで、まあ、この線路もね、電車もバーって通るんですけど、はいはい、まあ、住所は概要欄に載せとくんで、またよかったらこれ一人でも友達とでもね、まあ、来てみたらいいかなと思いますね。こうやってね、電車もバーって通って、まあ、でもチルな感じするわ。エモやろ、うん、エモ、エモプラスチルみたいな。ここでイヤホンつけて一人で散歩してみ。イヤホンつけて一人で散歩。もうシルデルで。うわ、シルデル。脳から汁出る、脳から汁出る、脳から汁出る、ました。なんで、まあ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 、ここもね、よかったら来てみてくださいね。なんかもう、すごいこの海の匂いもちょっとする。前から海の匂いがしてくるし、ちょっと感じることあと3つぐらい言って。神戸はいい街です。あ、そんなんじゃない、はい、見えへんところ、見えへんところ、あ、見えへん、目つぶって感じることにしよう。じゃあ OK です。このかすかに聞こえてくるこの車の音、はい、前の2号線から聞こえてくる車の音、うん、もうこの近かったら嫌やけど、こ
この距離感があるからこそ、なるほど、この線路を挟んで2号線があるっていうこの距離感やからこそなんかすごくいい音に感じる。海じゃないけど海っぽい音に感じるっていうか、うんうんうん、それがまたなんかこのチルチルエモ感を引き出してるんかなって思いました。なるほど、いいですね、はい、いいコメントです。はい、そんな感じで思いましたね。はい、じゃあまた次のもうちょっと向こう側のスポット行ってみますか。はい、はい、じゃあ飛びますね。はい、じゃあ次のスポットへレッツゴー。おい、来ました。5つ目のチルスポット、見てください。これ家です。あのね家なんですけど、家がやっぱり最終的に一番落ち着ける場所ですね。やっぱりね、ね。で、どうでしたか皆さん。今日の動画、4つ、チルスポット行ったんですけど、あのね、もう、イカワはもうとりあえず、海じゃない、川の音が、せせらぎがね、こう指先から伝わってくるって分かるですかね皆さん。視聴者の人に分からんかな、俺にしか分からん。こう指先からこうビリビリビリで、あと次2個目が大山寺。これはねもう最後もう入らんかったんですけど、あの先に行ってほしいです。あの先に行ったらもうね帰ってこれない方もいるかもしれないですね。こう、わかります?こう、行かれるんですよね。こう、例えばこうカメラの向こうに門があったとしたら、こうなんかもう、こうね、こうわかります?こうトルソーが、こう引っ張られるというか、そんな感じ。トルソーそんな感じ。トルソーが引っ張られる感じになるんで、はい。池上中央公園。とりあえずここで告白してほしいです、僕は。絶対あなたの恋愛はうまくいくと思いますね。はい。鳥竹やぶがこう助けてくれますあなたの恋愛を。はい、でプラス最後のはまあ樽舞妓のね朝霧から朝霧のね、うん、明石海峡橋がレインボー見れるね素晴らしいスポットもぜひその月中で告白して成功してから行ってほしい。もう失敗はないんですよ月中で告白したら。で成功してからあそこのこうレインボー見てこう車の音聞いて、まあ、これからの人生をこうどうやっていくかっていうのをね女の子と考えるみたいなそういうちょっと青春みたいなことをしてくれたらありがたいなと思いますね。なんで、ね、これからのジャンクショップの、ね、動画も楽しみにチャンネル登録とコメントと高評価とどしどしよろしくお願いします。自然環境系 YouTuber として僕が名乗り出たいと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。